できない。だったらどうするつもり？やっぱり殺すの？違う。もう少し。もう少し話を聞かせてくれ。縄をほどいてくれたら立って話すわよ。あのさ、特殊捜査課ってどんな事件を扱ってんの？このホテルには君以外にもまだ捜査員はいるの？言ったでしょ、ほどいたら話すって。
Karaki sama, chanto koroshimashita yo. Tsugi wa anata ga watashi wo korosu ban desu. Hayaku honki ni natte yo. Nee, nani shita ra honki ni naru? Watashi nandemo suru yo.私、もちろん無事だけど。え？ああ。待ってる。もうすぐ応援が来る。無駄な抵抗はしないことね。信じてくれたと思ったのに。 お待たせしました。唐木誠は中ですか？あなたは一人だけ。いや、あちこちトラブルの連続で、今特殊捜査課は人手不足らしいんですよ。5分間ですか？いや、そういうわけじゃないけど。<笑>うわ、本当だ。唐木誠が捕まってる。 はじめまして。特殊捜査課の久慈望です。あのね、実は少し問題があって。携帯電話は？あ？携帯電話持ってるでしょ。原始人じゃあるまいし。で、どこ？久慈君？大事な証拠品なんですよ。唐木誠を確実にユーザーに持ち込むためのね。だからちゃんと回収しないといけないんです。 ここ？いや、今は持ってない。じゃああんたの部屋だね。先輩、ここは任せます。え？だからさっきも言いましたけど、携帯は重要な証拠品なんで今からそれを回収しに行ってきます。部屋番号。まあフロントに聞けばわかりますね。 そういう雑用は僕の仕事なんで。あ、ちょっと待って。なんだか様子がおかしいな。おかしいって何が？記憶喪失って言ってる。
心神喪失の状態で責任能力は問えない。そういう狙いですって。残酷無慈悲な殺人鬼の言葉なんか聞く必要ないですよ先輩。てるでしょ。あれでも難事件をバンバン解決してる。うちのエースなんだけど。なあ、俺の携帯が証拠品って言ってたけど、なんでだ。さあ、そんな情報私には入ってないけど。その携帯、俺にも見せてくれないか。何かわかるかもしれない。俺の記憶のこととか。そもそも、俺が本当に唐木誠かどうか。あなたに見せるかどうかは別として。ちゃんと調べるから安心して。確かにあなたが嘘を言ってるようには思えない。だとしてもどうしてあなたは記憶喪失になったの。全てを忘れる記憶喪失なんて普通じゃない。ただの記憶喪失とは思えない。あなたは何か大変なことに巻き込まれてるのかもしれないわね。大変なこと。なんだかそんな気がしてきたの。何か私の想像を超えるような大変なことが。いや、さすがに考えすぎよね。そんなこと一言も言ってなかった。どうして。